ちょっと昨日の話なんですけどね、うちのあの僕、毎日 YouTube で。落語かか、お前、服脱ぎながら。いや、この前ね、こんなんありましたからね。ちょっと待って、今から入んのか。俺、話しかけたない、羽織脱いで本体入れへんよ。今まで枕かよ、ほな。そうやで。違うよ。僕、毎日ね、YouTube ライブをやってるんですよ、生配信。いや、もうごめんって。で、昨日ね、あなんムの久保ちゃんが。 あの入ってきてくれたんですよ、えー、で、初めちょっとなんか怪しかったから、うん、イエーイってきたからうん、うん、あれなんかでも久保田が言うてるから仕方ないやん締めっていうマークまで一緒で、うん、アカウントの写真も一緒やったんですよ、うん、これは久保田ちゃんに間違いないと思って、うんうん で何でも聞いてって言ってあの居酒屋の名前とかって言ったら「キューとか <laughs> あじゃあ,あのママが綺麗なあなおばあちゃんがいる金奈けのスナックはって言ったら「あのなんかドルフィ」とか全部答えるんですよお<ー>やっぱりくぼっちゃんやってなってあの、はい、ドリフのバカ兄弟みたいなって <laughs> <laughs> やっぱりくぼっちゃんやってなって <laughs>、うん、で急になんか中山さんネタの「対義語俺もやりたい」って言ったんですよ対、ね <laughs> はい、義語ってネタがあるんですよおーおー反対のことを言うああ、ね、みたいな。 でまあ、普通は単語なんですけどそれ文章でやるんですよね、うん、でそ久保ちゃんがいっぱい答えてくれてで見てくれた人もゲラゲラ笑って、で面白かったんですけど、全部不適切やったんですよ、エロとかグロとか、もう全部、差別とかが全部入ってるような言葉やったんですよね、うん、ほんでしばらくしたら久保田おらんようになって、あまあ、気まぐれやからおらんようになったやなと思って久保、うん、ちゃんのコメントないなみたいな、うわ、残念です、今来たのにっていう人とかおったんですよね、うん、ほんで LINE 入って、あの中村さん、俺のなんかコメント、 されへんようになってねえけどって言ってたぶ、うん、言葉きつすぎてあの YouTube からバンいやマジでマジでそうマジでい一晩で一瞬でバンされたやつお前だけやな、ね、すごいな いやもう怖かったら監視されてるやんもうそこだけ集中的に。これやばいこと言ってんなってなってるよ。中のいい友達の家行って背中から刺された気分で。あの紅茶出すから奥入っていや。うん。出す。わ。めちゃくちゃごめんないろいろこっちこそごめんな。あんたやったんか。いお前がやっとるやん。お互い。殺す方が泣いてるやん。そうそう。一番低いやん。そうだからこうやって。もなんか若手になんか太陽こじ言ってくれへん。それで太陽いや昨日面白いいっぱいだよ。目持ってるから例題でわかるようになんか。 いろいろあんねんけど僕よく振りで使ってるのが「痛いの痛いの飛んでいけ」「何か痛いの飛んできた」「綺麗に逆さまになってますよね」こういうのよく使いますけどね僕はゲレンデが解けるほど恋したい広瀬香美さん「海干からびるほど離婚したい」ねこれはもううしょっっちゅ寄でやてますよそういうのがあって俺も出しますって言ってまず俺が出したのがんです考えで遠横のハウル。 のの義語がハワイの小って言う感じゃじ <laughs> これねおもろいだけで大義語になってないねん,なんでお前東横のハウルの大義語がハワイの小錦なんで一番痩せてるやつと一番太ってる人で次が「荒れる成人式」ってお題があったから、うん、その大義語は「優しさ山口組」って言ったんじ <laughs> <laughs> ちょっと待ってって。 ラジオやで。そうやで、ラジオ知ってるで、俺は。確かにハロウィンでお菓子配ってくれるけどやな。あの皆さん、優しいけど。優しいよ。で、最後、これでバンされたんですけど、しくずり先生の義語がプロフェッショナルホームレス。これでバンされました。これで終わり。先生の逆はホームレスだ。俺の中じゃ先生の逆はホームレス。ほんで、あまりにも言いたかったかしらけど、LINE でこれ読めみたいな感じで、まだ大義語考えて送ってくれましたからや。